えー、皆様、よろしくお願いいたします。歌舞伎おはようございます。えー、皆様、今日も、えー、朝、えー、朝コンビニへ行き、スポーツーチをゲットするのでしょうね。私も行きます。でも、なんかちょっと恥ずかしいので、えー、なるほど、えー。違うコンビニに行こうと思っています、うん。昨日行ったコンビニには、スポーツーチは一部しかなかった。他のスポーツ紙は残っていました。 しかし、スポーツ本人さんも、きっと最初は大谷翔平、大谷選手結婚を一面に持っていきたいかったんだろうけど、いろんなやりとりがあって、羽生さんを一面にババンと掲載をしてくれたんだと思います。うん、今日はどうでしょうか。なるほどですね。えー、スポーツ紙ってサラリーマンとか男の人が買うもんでしたが、なぜか羽生さんが活躍するようになり、えー、スポーツ紙が掲載をすると、女性ファンの方がスポーツ紙を買い求めに、 えコンビニ走るようにうなったそうですおお、でも、わかるかもしれない。え、羽生いれは、スポーツ紙の常識も打ち破ったんです。そして今、写真家の間で、羽生さんは一番撮りたいアスリートだそうです。いいですね。なるほどですね。え、写真集もえたくさん出版されるわけです。まあ、そうかもしれませんね。まあ、確かにこれまでは、なんかどちらかというと、スポーツ紙っていうと、なんかこう、男向けというかね。うーん。 なんですよやっぱり。で、スポーツ新聞なんかまさにそうですよね。もうだから、まあ、おじさんたちとか結構ね、持ってる人多いですけど、女性たちが見てるってことはなかったと思うんだ、あんまりこれまではね。だから、まあ、革命っていうか、新しい時代になったのかなっていう、ね、ことですよね。面白いですね。うん。はい。まあ、違うコンビニで買うっていうとか、ちょっと面白いですね。うん。また、一日、また、あの、そっか、あっち見るとまた違った内容の、 今日はどんな新聞が出るんでしょうかね。うん。ようさん、かぶくんおはようございます。そらかい様へ。私もホテルへ電話で確認し、荷物を預けてしないようめくります。一部、預けできない、預かりできないホテルもあるようなんで、確認は大事ですね。うん。チケットのない方も聖地めぐりで集まりますね。事前に教えていただきありがとうあ、ありがとう、ありがとう、あ助かります。ありがとうございました。楽しみますよ。アイラブ仙台、ただいま仙台。うん。 シマウマことともにとうふぐせばねということでね。楽しみですね。まあ、ホテル確かにそうですよ。あの、まあ、場所によってできるところとできないところあると思うんで、あとそのチェックアウトが終わってなかった、終わった後で、掃除ができてなかったりするとね、あれですよね。だからまあ、あの、ね、そういうのがあると思うんで、事前に確認してはいいかもしれませんね。うん。はい。ということで、うん。 猫宮様、よろしくお願いいたします。こんにちは。私の HDT には、かぶさんのおっしゃるとおり、ゆずくんの動画が多数含まれています、えー。録画はブルーレイのため、今回は含まれていません。えー、あとは、最近のメールデータもそうですし、自分で作成したテキストファイルも、2018年の夏頃に買ったノートパソコンのため、ゆずくんにはピョン落ちした私としては、一時が丸株にしています。2018年のノートパソコンなんだ。 なるほど。ってことなると、もう5年、6年がなるわけですね。なるほど。6年、5年半か。うん。音楽ファイルだと映していたんですが、動画を重いため後回しだったんですよね。h d d 救出の話をすると、人によっては、そんなカットが安いやんって,なんて言われてしまいますが、えー、そういうことではないですからね。えー、株さん、ご理解くださり,り、ありがたいです。 うん、中身のデータは新しいパソコンには入っていませんから、えー、ちなみにパソコンを修理してしまうとデータが消えちゃいますね、基本的には。うん、相場はわかりませんが、それぞれのパソコンで様々な使用状況、壊れ方、年数、壊れた箇所、えー、望むデータ、ピン切りっていうことですね。私はできる限りの全てのデータを望みました。あ、ご、う、存、ん、なんですが、令和では、ね、 ちゃんとデータがあるか覚えている限り、デスクトップから階層ごとに照らし合わせましょうだと言われたときは断りました、うん。デスクトップから階層ごとに照らし合わせるなるほど。いやいやいや、ピクニックされるたびに、また HDD の状況が変わるし、何よ恥ずかしい。何その、周知プレイ周。周知プレイですね。で、えー、私はプライベートで使っているものなので断りました。 うん。1日○○というフォルダーに○○という動画ありますかあと、何というするのが恥ずかしい。<laughs> それは恥ずかしいですね。確かに。確かにね。まあ、これはちょっとね、困っちゃうね。だパソコンの話ばかりなので、なん,なんで、えー、細かすぎて伝わらないリプレイの好きなところをいきます。映像の中、えー、のゆずくんがコントローラーから手を離して指をほぐしているところという。ああ、はいはいはい、あそこですね。なるほど。確かにそこもちょっと、なんか、 あの、意外、意外、なんだ、あの、案外、こう、なんだ、ね、いいとこなのかもしれませんね。うん。はい、ということですね。でも、無事復帰してほしいですね、パソコンね。うん、ちょっとでも、なんか、ね、〇〇というフォルダーに、そういう動画ありますかっていうのはね、ね、ちょっと恥ずかしかったり、まあ、人によっては、ね、いかがわしいものもあったりすると思うんで <laughs>、ねち、ょちょっと恥ずかしいかもしれないですね、確かにね。うん。 ねえ、いろんな秘密情報とかもあると思うんでね。なかなか個人情報いっぱいあってますからね。うん。えー、りくちゃん、どくさんともですね。えー、かむさん、皆様、こんにちは。話題のない、えー、羽生さんですが、えっ、ー、と、あ、まだ耐えないですね。え、もう一丁、世の中にはこんな不思議なランキングもあるんですね。興味のない方はすいません。 医療法人社団上桜会株式会社ユースキンクリニック東京第4回健康美肌大賞というものがあるらしくて、なんと今旬の女優さん俳優さんたちを差し置き美肌ランキング1位が羽生結弦ですって、2位は荒脇さんで、3位が綾瀬遥るか、4位が横浜流星ですね、以下は抜粋します、北川景子6位、第一盲18位、橋本20位、 吉沢は25位、佐藤健が33位で、竹内が25位という、私が知っている人ばかり。ちなみに最下位は、淳さんですかね。うさんかな。子孫さんですかね。うん、38位ですよね。えー、ちょっと名前があれですけど、かまさん、日本ではこのメンバー、エンターメー界では名だたる女優さん優、俳優さんですよ。えー、それを突破して1位が羽生結弦。しつこいようですが、もう一度やってください。えー、羽生結弦が〇〇を超えました。 株酸この超えましたは2015年かな ?NHK 側で羽生さんが世界最高得点300点を322を打ち出して、それからわずか2週間後にあのバルセロナ GP で、またまた最高得点330点,点でしたっけを超えた時え感動したアナウンサーが羽生鶴が、羽生鶴超えましたと説教した名言なんですよ。羽生ファンには印象深い名言です。 その時、羽生さんは泣いてましたね。自分を超え理不尽な祭典競技を超え、世間の荒波も超え、あの、華奢な体でお肉半分譲りたい、プレッシャーにも超え、耐え、今度は美肌まで超えました。アスリート羽生はフィギュアの歴史に名を残すパイオリアとして、確実に歩んでいること間違いなし。さあ、次はノってです。参加者の皆様、精一杯、声援よろしくお願いします。うん。 はい。ということで、あの、女優さんたちよりも、羽生くんが1位というね、いうことですね。これ、男性と女性が混じってるわけね、つまりね。これは、だから、吉田、えっ、ー、と、淳さんかな淳さんが38位ってさ、ちょっとわかりやすいけどね。うん。はい。を超えて、羽生さんがトップという。すごいですね。すごいですよね、本当に。うん。ね、女優さんたちはね、ちょっとね、わかんないですね。綾瀬はるかとかしかわかんないわ。 ほんとか他の人はね、ちょっとわかんないですね。あら、あら、んえっと、ちょっと待って。あらさんはちょっとわかりますけど、横浜流星さんとかはちょっとわかんない。大地真央さんわかりますね。佐藤健。うん。ちょっとね、北,北川恵子さんもちょっとわかりますけど、他の方はちょっとわかんないですね。うん。はい。ということだそうです。うん。はい。ではですね、これで終わりにしていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。